これほどまでにこの冒険者の力が勝っているというのか。光の力。アシエン・ラハブレアか。この冒険者は光のクリスタルの加護を受けている。その光の加護がこの者の力を増幅させていると。さよう。光の加護を打ち払うには闇の武器で打ち払えばよい。アルテマウェポンにはお前たちに明かしていない本来の力、究極の武器がある。究極の武器。古代アラグ帝国の超文明ですらその表層しか解明できなかったアルテマウェポンのコア、黒星石サビク。そのコアの中にはある魔法が秘められていてな。魔法だと？その名は究極魔法、アルテマ。安心たちを吸収したのもこの本来の力を取り戻させるために過ぎぬ。これこそがアルテマウェポンの真の力。アシエン・ラハブレア、貴様何を考えている？私の考えは元より変わらぬ。真なる神の復活、これだけだ。ラハブレア、貴様は！なれ、アルテマウェポン。我が真なる神の一端を見せてみろ。ウズナス精霊の御を七つの扉開き、力の塔の天に至る。アルテマ！守るので精一杯だったらしいな、ハイデリンよ。ガイウス・ヴァン・バエサル、貴様の望む力は与えた。さあ、思う存分戦うがいい。アシエン・ラハブレア、貴様には戦いの後聞きたいことがある。しかし今はこの者らを倒し我に力ありと証明する。どちらが真に持つ者なのか決着をつけようではないか、冒険者。
力なき者に導かれ、神にすがるがゆえに世が乱れる。愚民を作るのは弱き為政者、弱き為政者を作るのも愚民なのだ。誰かが力を持たねばこの流れは断ち切れぬ。貴様ほどの力を持つ者がなぜこの真理を理解せん。貴様が力を求めたからこそ、アルテマウェポンを、そして究極魔法をアルテマを授けたというのに。所詮は人の子か、この程度のものとは。この星の断りは乱れている。このままではいずれこの星のみならず、物質界、エーテル界、世界をなす全ての法則が乱れるであろう。そしてそれは星に救う妙想ハイデリンが元凶。母なる星を守るためには病巣を焼き払い、断りを正さねばならない。そのためには我らの真なる神が再臨するほかない。我らアシエンの主、絶対の神の再臨にはこの地により大きな混沌が必要となる。そのためには神を狩るお前たちの力が邪魔となるのだ。この黒き城と共に消えるがいい。ハイデリンの光の使徒よ、闇に抱かれて消え。